琉球と新潟通算の対戦成績は琉球1勝新潟現在4連勝中です。前回対戦は5月30日の16節、今押し込んでる状態ですけども、琉球としてはそこでちゃんとこう規制をかけてボールを奪うことができるか、谷口の右足ナイスセーブっていうところがあります。琉球としてはそこが引っかからないとこうしてゴール前に人数はいるけど結局シュート打たれるっていう状況が前の試合もそうですけども、やっぱり出しどころにプレッシャーがかからないと失礼しましたあったかいですよね2倍ぐらいの気温がありますからね、はい、20度、まあ、超えてますからね。セットプレーリオンジー阿部もよく止めました。プレーこうマークつく側としても今のリオンジのようにこう逃げていく動き、相手の背中に離れていく動きというのはマークしづらいですし、動きリオンジは187センチ、岡崎は185センチあります。清武の右足中央巻いていく阿部、はじき返して高木、低いボール来た、直接狙ったかのような軌道でした。そうですね、なんか高木からあのメッセージがあったような、で鈴木も来てましたけれども、沼田を使います。で沼田のクロス、茂木、沼田のパスに反応した茂木、見事右足で先制ゴール。14節の栃木戦以来、あのこの時の茂木の動き出しがすごく良かったんですよね、顔が上がった時にこう走るコースとスピードやや変えて、でバウンドしてましたけど落ち着いてこうボールを、なんて言うんでしょう、ボールが上がっている時に蹴らずに落ちてくるのをしっかり待ちましたよね、その辺の冷静さも見事でしたね。沼田の正確無比なそのクロス、そこ高木ファウルなしで奪い返しました琉球です。清武、風間光也前向いて打つ、うわナイスキーパーです。阿部今ここで清武を打つかなと思ったんですけど、しっかりこう状態のいい風間光也ですね、はい、風間光也のこのコントロール、はい、素晴らしいですよね。そのボールの置きどころ、ここ島田、マイケルまだ高いところちょっと戻ってきました。鈴木に入れます、収めます。高木のミドル、ここは田口しっかりとキャッチします。